こんにちは。こんにちは。千葉寺ありがとう整骨院の島田です。はい。福永です。はい。はい。じゃあ今日はどんな話をしてくるんですか、福永先生。今日は、自賠責保険の場合の時の、はい、まあ、支払われる慰謝料の上限についてお話をします。はい、上限があるんですね、自賠責保険。上限があります、実は。はい。はい、どんな上限があるんですかね。どんな上限、まあ、お金の上限ですね、はい。支払われるお金なので、その上限の説明をします。はい、まず一つ目、死亡してしまった場合に支払われる金額が、はい、最高で3000万、はい、になります。これ誰が死亡した場合ですか？自分。それとも、事故しちゃっての被害者の方ですか？事故した時の被害者の方ですね。あ、なるほど、はい、に支払われるものになりますね、はい。で、まあ障害の場合だと120万円、はい、まあこれは何回か説明していると思いますけど、はい、この120万円の中に整骨院に、頼って支払われるものとかも入ってきます。それが、はい、上限120万円まで支払われます。はい、はい。で、後遺障害っていうのがあるんですけども、はい、後遺障害っていうのが、まあ、交通事故をした時に、後遺症っていろんなのがあると思います。例えば腰に痛みが残っちゃったりっていうのもありますし、はい、なんか目片目が なくなっちゃったとか。なるほど。そういういろんな怪我ってあると思うので、それぞれ段階で分かれてます。ランク分けがされてて、等級ってやつですね。あ、等級ですね、はい、等級だ。等級があります。で、この幅が75万円から、一番多くて4000万円になります。はい、まあ4000万円ってなるとなかなかないとは思うんですけど、そういうふうに後遺症の、手当と障害の手当だとして、お金をしっかりもらえる、慰謝料をもらえることができるので、こちらの知識も知っておくのはとても大事になります。なるほど。はい。これ3人亡くなっちゃった場合どうするんですか？9000万円ですか？3人亡くなった場合は、どうですか？それぞれに、この賠償金というのは支払われるらしいですね。なんで3人亡くなっちゃったら3000万ずつ、3人怪我したら120万ずつ保証がされるらしいです、自賠責保険は。はい、全ての被害者が要は対象になるわけですね。じゃあ3000万円の中で、まあ、配分3等分とか割合を決めるわけじゃないですね。はい、あ、なるほど。らしいです。障害も一緒で、まあ、後遺障害もじゃあ一緒ってことですね。はい。でもやっぱり多分このね、死亡した場合なんか特にですけど、障害賃金とかってよくね、その人がサラリーマンだったら1億円は必ず稼ぐって言って、うん、そのぐらいの賠償金って請求されるわけですよね。なんでここの部分、また超えてしまった時にちゃんと保証してくれるのが、まあ自分で支払うのって大変なんで、それで任意保険に入っておくのが大事っていうことなんですかね。もし1億円ってなった時に3000万円じゃカバーできないから、その分を任意保険でカバーっていうことですかね。そうですね、7000万払えますか？3分の2人生ぐらいかかりますね。そうです、3分の2人生。はい、任意保険大事ですね。大事です。はい、まあ、こういった知識もちょっと知っておきましょう。田中先生もあまり知らない部分もありましたもんね。そうですね、やっぱり、はい、整骨院に勤めていてもわからないことっていうのはたくさんありますし、そうすると一般の方ってもっとわからないと思うので、こういうふうに少しずつ勉強していくといざという時に対応できるので、しっかり勉強していきましょう。はい、以上になります。じゃあチャンネル登録してね。